選手は和樹。出身の和樹選手が決勝までです。日本最強決定戦、熊本 VS 大阪です。さあ白い上下白の選手が富士選手、トリコロールカラーが和樹選手です。さあどちらが先攻でしょうか。富士選手先攻です。さあ先攻は相手にプレッシャーをかけられるが、ただしねミスるとね高校の人は有利となってしまいます。ここは難しい戦力ですね。一般的には高校の方が有利とされていますが、打ちかまされると高校の人はしんどいですね。さあこれが勝敗にどう直結するのか楽しみなところです。それではフーチュ VS 和樹 TDQ ファイナルバトルスタート。進みたいと思います。3、2、1ジャッジ和樹優勝。
2023、優勝、富士。